はい、どうもザクレです。レベル4 TM レボリューションの曲でした。聴いてくださってどうもありがとうございました。この曲はプレイステーション用ゲームモータートゥーングランプリ USA エディションに起用されていた曲で、 TM レボリューションのシングル4枚目の曲ということでレベル4というタイトルになっているそうなんですけれども、まあ、この曲の一つ前のシングルがあのハートオブソード夜明け前なので、そのハートオブソードでブレイクしてさらにこのレベル4で人気を高めていったというふうに言われたりしている曲で、まあ、こう TM レボリューションが少しでも好きな人ならこのレベル4は大体知ってる曲だなっていうふうな認識なんですけれども、まあ、今回まさにその TM レボリューションらしいこのレベル4という曲をまあ歌わせていただくにあたって、まあ、以前から本当にたくさん TM レボリューションを歌ってきてるんですけれども、まあ、やっぱりこう楽曲制作とか、まあ、自分のこう歌い方だとか、まあ、本当にいろいろ研究して、まあ、やっぱりレベル4っていうと本当にたくさんの方見てくれるんじゃないかなということで、
本当に歌も楽曲制作も一生懸命やらせていただいたんですけれども、まあ、歌については、まあ、皆さんにいつも言っていただいている通り、まあ、多少ちょっと西川さんにね声が似てるんですけれども、まあ、今回の歌に関してはオリジナルの方と聴き比べてみたんですけれども、なんかそこまで言うほど似てなくて、まあ、結構こうゼクレらしさが歌い方とか声に出たんじゃないかなというふうに自分では思っております。まあ、なのでレベル4としては皆さんも新しい見方でこう見れたんじゃないかなというふうに思います。で楽曲に関しては、まあ、できるだけこう本気に近づけようと一生懸命こう試行錯誤したんですけれども、まあ、自分が持ってる楽器では、ね、なかなか難しい部分とかもあったりして、まあ、なんかちょっと EDM っぽい感じの編曲になったんですけれども、まあ、それはそれでなんかこう新しく、まあ、なんかこう令和のレベル4みたいな感じで聴いていただけるんじゃないかなというふうに思っております。ということで大好きな TM Revolution のレベル4、魂を込めて歌わせていただきましたので、ぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価、そしてコメントもしていただけると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。また Twitter や Instagram、LINE 公式アカウントのフォロー、シェアお待ちしております。よろしくお願いします。またゼクレのオリジナル曲やグッズは概要欄から視聴購入することができますので、ぜひチェックしてみてください。ということでゼクレでした。どうもありがとうございました。まあ、あとはこれ余談なんですけれども、ゼクレがいつもこの動画の、サムネを作ってるんですけれども、そのサムネが結構レベル4のジャケットになんか近い構図でいつもなんか撮られてて、たまたまなんですけれども、まあ、なので今回はできたら多分レベル4のジャケットっぽいサムネにしてるんじゃないかなというふうに思います。まあこれは今から僕は編集するんで、まあ、数日後のゼクレに任せるので、サムネがレベル4っぽくなってたら、ぜひ褒めてください。なってなかったらこの部分はカットしてると思います